ベリアル様の遺伝子を預かり、ウルトラマンになりうる生命体を作った。それが君という存在なのだ。僕は自分の意志でウルトラマンになったんだ。私がそうなるように誘導したんだ。息子はよくやっているようだ。ストルム星人が発した電波を観測計算した結果、その場所が割り出されました。そこに黒幕がいる。ベリアル、見ろ、異空間への入り口だ。まもなく俺は強大な力を手に入れ、待ってよ。する声が増えています。先日の怪獣災害でもウルトラマンジードが目覚ましい活躍をしました。ですが彼は危険な存在です。それはなぜです？あの力が私たちに向けられた場合、防衛の手段がない。彼が強くなればなるほど不安が増していきます。確かにひどいよ。リクが戦ってるのはみんなを守るためなのに。さて、次の話題は新種の風邪について。手が高熱を発していた場合、最近噂になっている風邪かもしれません。氷が溶けてる。ライハ、どうしたの？なんでもない。待って、熱っ。痛い。ごめん、癖で。癖って言った。それに手熱いし。最近こうなるんだけど、やっぱりこれってリトルスター。エリアルが来るって。トバライア、一緒に来てもらおう。安全なところで検査させて。分かった。エリアルが
来る。今日のご飯なんだろうね。何にしようか。帰ったら作んなきゃね。あ、いた。あ、リク君どうしたの？あ、ちょっとレイトさんに話が。話？あの父さん、ベリアルのことで。え？聞こうか。お待ちしてました。ロドウィンです。トリーティプです。久しぶり。久しぶり。研究してた？うん。この研究施設は民間の建物を AIB が買い上げて再利用する形で運営されています。ここは私の認証がないかわからないの。どうぞ。この人たちはリトルスター保持者です。心配はいりません。この施設は特殊なバリアに覆われている。リトルスターの波動を遮蔽し怪獣から隠すことができるのです。ここが安全というのはそういうわけ。本部から連絡がありました。至急戻ってきてほしいと。分かった、彼女を頼んだぞ。ライハがリトルスターを知らない人の声が聞こえるって。威厳のある声でベリアルが来るって。何？ついにあいつが。ベリアルは強いですか？ああ、強い。悪夢を形にしたもの、それがベリアルだ。ベリアルは父親なんです。ああ、ウルトラマンベリアルは僕の父親です。何？お前があいつの息子だと？はい。なんてな。知ってたよ。やめてくださいよ。お互い苦労するよな、変な親父を持つと。私のリトルスターは6年前に消えたはずでしょ。当時あなたは大切な人を失った。リトルスターは感情によって抑え込まれ、観測不能なほど縮小していたの。6年前か。記録上はライハが初めてのリトルスター保持者だよね。じゃあ福井でケイがカレラン分子を散布したのはそれより少し前ってことになるのかな。カレラン分子。うん、彼が言ったの。カレランっていう物質が原因でリトルスターはできるみたい。 K が振りまいたカレラン分子には宇宙を循環する幼年期放射と呼ばれるエネルギーを引き寄せて捕まえておく力がある。カレラン分子は空気と一緒に生物の体内へ。そこにとどまって光の塊を育てる。それがリトルスターの正体。ベリアルを前にした時僕はどうすれば。親父がどんな存在であろうとお前はお前だ。自分の人生を生きろ。自分の道は自分で決めなきゃならない。でも道に迷ったら仲間のことを思い出せ。過ごした時間を、夢を、自分がなぜここにいるのかを。
じゃあな、リク。うい。ゼナさんを呼び戻した記録はありません。そうか、ならいいんだ。はい。今カレラン分子の分解酵素を研究しているの。完成したらリトルスターの構成エネルギーを分解できるかも。どうしたのライハ。福井でけ、リトルスターの発生もあいつのせいだったなんて。推測だけど、6年前彼が怪獣となってあなたを襲ったのはリトルスターを回収しようとして失敗を。武器を捨てるのだ。何のつもりだ。黙れ。戦闘能力の高いあなたを研究施設へ戻すわけにはいかないのだ。ストーリー、扉を開けるのだ。いやよ、リトルスターがあなたの狙い。そうだ、リトルスター本社を我々の星に連れて行く。そんなこと大破が許さないよ。やっちまう。手にして種族の繁栄を誓うのだ。負けるものか。緊急速報が入りました。カジオ地区に宇宙人が出現。付近の住民の皆さんは速やかに避難行動を取ってください。繰り返します。レン、状況はもしかしてベリアル。ベリアルとは関係のようです。 AID 関連施設が一部破壊されました。ライハのモアが危険です。助けを抜くぞ。じっとしててもどうにもならねえ。ユーゴーアイゴーキアウィーゴーユーカルナイズ決めるぜ。覚悟ウルトラマンシードクリミティル。そうリッパー。
超えた。ベリアルが来るって。ルミナさん、マイを連れて家に帰って。なんで？あなたは？ちょっと会社に忘れ物が。ごめんなさい。ちょっと。出や。久しぶりだな、ウルトラマンゼロ。やっぱり生きてたのか。殴らせろベリアル。感動の親子の対面だ。邪魔するな。ジード下がってな。ここは俺に任せろ。銀河オーブビクトリー X ニュージェネレーションカプセルアルファベータ。俺に限界はない。レオンフュージョンライズ。ヒヨッコどもの力を集めたところで俺様には勝てん。試してみるか。ブラックホールが吹き荒れるぞ。可愛がってやる。Come on.
プセルを元に作らせておいたのだ。レイブラッド星人の遺伝子を受け継いでレイオニクスの力を利用してな。人々は世界が終わることを悟った。大々しく広げられた翼、それは地面を離れ人々の頭上を横切り空へと高く登ってゆく。その日人々の中から希望は消えた。怪獣の名称はキメラベロス。ベリアルがそう呼ぶのをウルトラマンゼロが聞いたそうです。リクは？リクはどうなったの？体内に取り込まれた状態です。完全な融合に時間がかかるため、キメラベロスは月面にいます。まだ終わりじゃない。ウルトラカプセルナビ、今日のカプセルはこれだ。ウルティメイトゼロ。ウルティメイトゼロ、身長49メートル、体重5万5000トン、ウルティメイトイーチの力を解放したゼロの強化形態です。次はこれだ。ゾグ第2形態。根源破滅戦士ゾグ、身長666メートル、体重66万トン、第2形態は圧倒的な力を持つゾグの真の姿です。次回も見てくれよな。ウルトラマンベリアル、僕の父さん、僕の中にあるあなたが僕の全て。違う、そうじゃない。作られた体でも心は魂は仲間と生きてきた僕のものだ。次回ウルトラマンGのキングの奇跡、帰るぜ運命。